ヒロさんはフレームを作るようになる前にかなりキャリアを作ってきました、ね、うんうん、でそれの宣伝をニューサイクリングに出しました、うん、でその一番最初の宣伝も広告もキャリアについてでした。そう、はい、でそのキャッチフレーが車の機能を生かすキャリア、うんうん、これどういう意味なんでしょうか。だからなんていうの、そのキャリアがついたことによってその今乗ってる自転車がもっといろんなとこに楽しく行けるとかね、うん、それでだからそのもともと大抵の自転車は外走れるんだけど、キャリア何にもなかったらさ、いろんなもん持っていけないから、どうしてもその距離が短くなるって、持っていきたいなと思っても、そうだパンクの修理のもうないし、パンクしたらどうしようかとかね、どっかワイヤーが切れたらどうしようかとか、 そんなこと考えてたらさ、その人がまあいろんな形あるかも分かんないけど、一つキャリアがあるだけでね、ものすごくその自転車のなんていうの、ポテンシャルが上がるとというような意味だと思う。とかくキャンピングキャリアなんていうのはそういうのがあったりするんだよね。漕ぐと足がさバックに当たって、うん、なかなか漕ぎづらいとかね。そうするとそれはそのなんていうの、その自転車の持ってるやつをもっと高めてるわけじゃなくて、まあマイナスにしちゃってるよね。写真を見るとそのバッグを置くところがかなり後ろ側にオフセットする構造になっている、うんうんうん、まああんまり太いパイプ使ってないんでね、何時だって何十年前だからね、8ミリだってみんな太くてぶったまげた時代ですからね。だから10ミリ8ミリ使っただけでさ、もう驚いちゃうって。これはフロントバック、フロントサイド用のやつ。ライト台座もあるの？うん、ライト。ケーブルはこれ中通ってるんですか？いや、全然そういうんじゃなくて。そういうのじゃなくて、はい、うん。あの、ケーブル屋なんかはみんなね、テープ、はい、ビニールテープでやるって。割と、
そのだるやけの先につけるなんていうのはね、よっぽどの高級車で、うんうん、みんなだるやけが短い、あーメーカーのは触れるでしょ、止めなきゃいけないんだけど何もないんだからさ、止めようないですもんね、うん、だから短く作れっていうのが、ね、あ解決方法で、これはあのあの枠が外れる、そう枠が外れて、しかもあのスプリングでね引っ掛けてカチャッと、ね、はい、あそうそういうですね、ためのやつ、クイックメカニズムがキャリアに合わせて工作しましたから、もうこの頃から広瀬さんが作ってたわけですね、そうそうそう、この工作を、うんうん、カチャッというのはあのセンターに行った時にも作った、あそうなんですか、うん、そのアイデア自体は自分のだけど、ああ自分用に自分がなるほど、ね、これはまあ、あのなんてよく言うパニアバッグっていうのをつけて、あカンティダイザ止めって書いてある、うんうん、カンティダイザ止め、はい、なんていうのカンティの台座と、はい、あれで止める、ブレーキ台座のとこさをエンドで止めるっていう、で後ろのこう出っ張ってるのは、はい、あれがないとあのとかくね巻き込んで動いてると巻き込んでね、はい、で反対だったらねこう行くんだけど、こっちだとすっぽくて巻き込んじゃうんで、でその巻き込む防止に、はい、あいのから横についてるの、なんかカバンによってはそういうことをしなくてもいいカバンの時には、はい、あいのつけない、はいはい、まあまあ、極端に言えばこの三角形のカバンだったら巻き込まないですもんね、あなたの個性を生かす、これまた難しいセリフですねだからまああれだよね、その人によってさ先が丸いのがいいとかさ、平らのがいいのとかさ、そういういろんな、それでパイプのキャリアっていうのがそのなんていうのどっかにフレームやさんにさ一緒にやればであるけど、そんなのはもうまず知れた数じゃないわけじゃない、だからほとんど世の中にパイプで作ったキャリアがないっていう時にさ、 あれがもう何十何百って市場に出回ってるからさ、そこそこ、だから当時のパイプのキャリアっていうのはもうごく限られた、うん、特注自転車のオプションとして存在したパイプのキャリアだったから、そうそうそう、うん、だからものすごく数としてはさ少なくて、はい、もうゼロに近いっていう、はい、全くそういうものが世の中に存在、うん、はい、しない時代にこういうのが出てきたんでさ、出てきたってまあ作ってさ、それを販売していく問屋さんもいたからね、なんか莫大に、だから三郎がこの広告見て、うん、なんとやってんじゃないか、あ、はいはい、おいじゃ一つ作ってくれよと、はい、三郎なんでこんなキャリアがあるんだって、その、はいはい、みんな友屋だからさ、はいはいはい、意識するわけだ、はいはい、そうすると、うん、実はね答えられる広瀬が作ってんだよなんてこと言えばさ作ってくれますかとか、なるほどなるほど、だからそれはもうだから100とか1000とかいう単位じゃなくてさ1って単位でね、ある自転車にあ、はいはいはい、これに合うキャリア、はいはいはい、なんかフレーム持ってきてさ一応ある意味独占みたいなことだ、ね、うん、だからね、あのだからまあカンティのキャリアメーカーなんかもあってもさ、鉄の6ミリの丸棒の無垢棒の、うん、その電気溶接でやるっていう、そういうだからそこにやっぱりさ8ミリでパイプなんて画期的なんだよね、うんうんうん、軽い、軽くてねまずパイプのキャリアが存在しないときにパイプのキャリア、でまあ少しはあるんだけど、そういうメーカーでもね、そのなんていうの溶接するのがさ一番上のやつじゃないと、パイプだと穴が開いててね、その穴をがなしでできるっていうのも
なんかパイプのキャリアはとっても難しいって言われてたんで、まあ、やってみりゃといってことなんでしょう。いやいやこんなもんだと。いやいや、時代のあれがさ、今ともうまるで違うからね。だいたいハンドルだってドロップって言ったらニットハンドル一種類しか作ってないから、うん、警報器もうそれで何でも一種類ってという時代だからさ。